それでは参りましょう。出発ローカル線聞き込み発見旅。特別に送迎していただきました。走ること10分。見えてきました。あ、ここが道の駅。大きい。あ、立派。立派ですね。めっちゃ大きいですね。いやー、着きました。懐かしの里、ね。はい、鈴木さん、はい、いやありがとうございます。ありがとうございます。いやありがとうございます。急なお願いにもかかわらず、ね、社長のご縁で。そうですね。しかし見てください、これめちゃくちゃ大きい。本当に、はい、こんなに立派だとは思わなかったです。本日お世話になる国見厚かしの里は去年オープンしたばかりの福島県内では初となる宿泊型の道の駅なんです。あ、ここですか？宿泊。ちょっとあのこの規模の建物の周りにはものすごく入り口が、ね、あ、じゃあ失礼させていただきます。お邪魔します。受付を済ませ、早速お部屋へ。道の駅を振りの下に見下ろすっていうのはないですね。ないですね。ここから見れる。すごい、もうここで名産品がいろいろ買えちゃう。そうですね。名産品も買えて泊まれもできて。本当ですね。ま、すごい温かみ。ナチュラル、ナチュラル、ね、あー、あー、綺麗。見てください。いや、女子は嬉しいです、この優しい。ねえ、いいですね、いいですね。ちょっと爽やかな。ほんま素敵ですね。良、まあ、かったですよ。でも、はい、こんな立派なお部屋で、もう時間的にそろそろ夕食タイムなんです。そうなんです。私若干お腹空いてます。 Me too です。ですよね。私もお腹が空きました、ね、ここなんか飲食できる、はい、なんかレストランっていうのは、あの、実はですね、先ほど5時で閉まってしまいました。早くないですか？5時で閉まっちゃうんですか？そうなんです、ね、早い。7時ぐらいまではせめてね、結構まあ、朝早い人が多いので朝食はやってるんですけども。なるほど。おすすめの飲食店とかってあったりするもんですか？はい、ちょっと歩いて5分ほどのところにございますが、あの国道沿いにレストラン阿武隈、今日阿武隈急行で旅されてるんですけども、阿武隈というレストランがありまして、はい、はい、そこはちょっとカレーがちょっと美味しいという。へえ、はい、いいですね、はい、鈴木さんもよく行かれるんですか？ちょいちょい行ってます。そうなんですね。やっぱお墨付きですね。ねえ、わかりました。はい、じゃあちょっと阿武隈さん行ってみましょう。行きましょう、はい。支配人さんに教えてもらったレストランへ向かいます。やっぱあの辺じゃないかな、あのグリーンの、ね、あ、来た。阿武隈書いてありました。やりましたよ。阿武隈ですよ。イエーイ。さて、まずは恒例の撮影交渉。果たして。いいえ、どうもです。ありがとうございます。すいません、どうも。いや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 、じゃあリサちゃんの方から発表をお願いします。はい、取材 ND です。まあ忙しいから断られちゃったと。そうなんです。普段はおそらく OK だと思うんですね、うん、結構ね、確かにお客さんいっぱいいらっしゃってて。そうですね。大丈夫かなと思ってたんですけど、案の定でしたね。まさかすぎてびっくりですね。そうだね、人生だけは略もあるさ、うん、まさにその言葉、ね、上りもあれば下りもあるさ。はい、今ね、しかし今途方に暮れちゃうな。まあでも行くしかないね、とりあえずね。こちらはカレーが美味しいと評判のお店の情報を聞き込んでみることに。取材交渉を断られてしまいました。そうなんですか？ NG でした。阿武隈まで行ってまだ戻ってきたんですよ今。あら、従業員さんたちにおすすめのお店がないか聞いてもらうと、じゃあ大川に行ったら。大川の方ならよね。申し訳ない、申し訳ない。いいんですか？いいんですか？いいんですか？そんな、いや、違います。そんなよろしいですか？そんな、大川の方ならよね。申し訳ない、申し訳ない。いいんですか？いいんですか？いいんですか？そんな、いや、違います。そんなよろしいですか？そんな。電話をかけてもらい、今度は先に交渉。あ、もしもし、あ、私、吉木里沙と申すんですけれども。どうぞ。無償ですね、無償。取材 OK でした。やったー、やりました、やりました。いや、これは大きな。いや、ね、本当に緊張しすぎて変な言葉ばっかり出ました。吉木里沙と申すって言って。
支配人さんに送っていただき、いた、わーい、あら、これあれですか、シェフですか、パティシェ、あら、あら、あら、あ、どうもこんばんは、お邪魔します。お邪魔します。どうもお邪魔します。店長、店長今顔写真ありましたね。あの似顔絵が。あ、似顔絵優しいやな。こちらの大家老は地元で評判の本格中華のお店。いやー、ということで、はい、ドリンクも届きまして。届きました。まずはじゃあちょっと一度、はい、ね、今日一日目お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。最高ですね。最高ですね。本当に。はい。はい。じゃあまず麻婆豆腐と、はい、麻婆豆腐の単品が一つ。エビチリと、はい、はい。エビチリとお店でもとりわけ人気が高いというおすすめメニューの麻婆豆腐を注文。一日、もう丸一日です。丸一日動いてきましたけど。はい、いかがでした？いや、こんなにもうあの楽もあれば苦もある、もう頂点と絶望を感じるロケないですね。そう ね、でもね、本当に僕はね、今回の旅でね、はい、一つ共感を得ましたよ、うん、教訓を得ました、はい、それやっぱ世の中ね、コネだなということですね。本当に違うんですよ、有子さん、コネじゃないんです。何なんですか？人とのつながりなんです。ごめんなさい、間違えました。その言葉が正解。それですね。美しい。美しく。あら。うわ。来ました。で回します。ああ、ありがとうございます。いやー、これ最高ですよ。ね、違うな、うん、あー、なんだろう、浸透する。もうね、エビがプリプリで、ね、ちょうどいいピリ辛さ加減でたまらないです。ネギもシャキシャキで美味しい。わ、来ましたよ、うん、わ、あ、来ました、マホーですね。うわー、見て、もうお皿から溢れそう。こんなにこだわりとかあるんですか？こちらのは伊達市の、あの佐藤豆腐屋さんの豆腐を使ってます、地元の豆腐ですよ。これ有名なんですか？はい、伊達市の水を使ってます。わー、すごい、楽しみ、いきます。うまっ、おいしい、柔らかい、体もちょうどいいね、うん、これ豆腐メインです。ほんとに主演豆腐です。そうなんですよ、うん、うん、美味しい、最高です、うん、美味しいですね、間違いないですね、うん。名所登録5つ目は絶品麻婆豆腐が自慢の大家老に決定。というわけで初日は5つの名所を登録、明日は少しペースを上げたいところ。あ、はい、いましたね、来たね、うわ、広いな、すごいすごい、桃炭カフェだって。これじゃあ奥行っていいのかしら、ね、あ、奥ですね。朝食は道の駅の中にあるカフェで。あ、鈴木さん、あ、どうも、おはようございます。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、もうね、ぐっすりね、ね、ぐっすりでした。もうすごい素敵で、本当に綺麗で。吉木さんは品数豊富な和朝食。綺麗なお米と、そうですね、そうなんですね、国見で取れたお米ですか、はい、でうわあ、他、例えばこういったお野菜とかも、そうですね、ここで、ね、直営店で販売されてます、ね、直売さんがあるんで、あと農家さんと掛け合いながら国見の野菜を使用してます。わあ、じゃあ本当新鮮な取れたての野菜で最高ですね、ね、美味しそう、うんうん、有村さんはボリューム満点の洋朝食。ちゃんと立ってて、ふわふわで、たまねも一瞬でペロリです。あら、うわ。いただきます。美味しそう、うん、
うまっ、うまっ、なんでこんなふわふわしてんだろう。いいですね。はい、実はこちら当店でですね、自家製で焼いておりまして。めっちゃ朝焼いてるんですか。はい。うわー、幸せー。焼きたては美味しい。ねえ、朝食をいただいた後は道の駅の売り場へ。朝9時から営業しているこちらでは地元の採れたて野菜が充実。しかもどれも手頃な値段で買うことができます。出ました、あ、今朝食べたやつ。はい、ねえ、国見米。国見米ですよ。うわー、コシヒカリ。これ2キロで1000円だったらかなりお買い得なんだな。いや、安いと思います。ねえ、うん、珍しい。山菜だ。ねえ、ほら、癖があって美味しい。本当だ、わらび。わらび、わらびとかスーパーで買えないんで、本当にみずみずしいですね。ね、なんか持った瞬間分かるよね。うん、重みもある。そう、水分がちゃんとあるのが分かります。はい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 、名所登録6つ目は宿泊できる道の駅国見敦賀市の里に決定。駅までまたまた車で送っていただきました。着きましたよ、これ。着きました。いやー、ちょっといや、すごい天気。いい、晴れましたね。ねえ、眩しい。ねえ、うん、お送りいただいてすいません、ね、ありがとうございました。ちょうどいい運動になりました。あ、どうも、失礼します。はい、じゃあ行きますか。この行きましょう。あれ、こっちでいいのかな、こっちから行くのかな。はい、ここから。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ほら、こちらですね。はい、これがフリーパスです。フリーパス、うん、やっぱりどうですかね、今のところ丸盛りが有力ですけど。そうなんですよ。あぶくまとみのはもうなんか全然話が出てこない。ね、全く出てこないですよ ね。とりあえず丸盛りで降りる。丸盛りですかね。というわけで5つ先の丸盛り駅を目指します。あら、福島県と宮城県を結ぶ阿武隈急行。路線の多くが阿武隈川沿いを走る福島駅から月の木駅まで、駅数24、総距離 54.9 キロのローカル線です。旅の目的は地元の方々に聞き込みし、10の名所のオリジナルガイドマップを作ること。ちなみに本日のタイムリミットは午後5時です。ほら見て、これ阿武隈川じゃないの。これほら、すごい大きい。いやー、立派だね。いや、まさにビュースポットですね、ここも、うん、風景もほどほどに車内で聞き込み。ちょっと観光スポットみたいなことありますよね。観光スポット、はい、なんかデートスポットでもいいですね。ね、阿武隈が古いなんかご飯を食べるとか。おお、それ行ってみようよ。ちょっと民家みたいな感じですかね。そんな感じですけど、なんて名前だっけ、なんかちっちゃい時に行ってたからわかんない。じゃあ家族で行ってた。家族で。ああ、いいですね。わかりました。ありがとうございます。耳寄りな情報をもらえたので急遽阿武隈駅で降りることに。列車は渓谷沿いを行き阿武隈駅に到着。果たして狙い通り7つ目の名所が見つかるでしょうか。これじゃないの、まさかの。これ。あ、じゃあちょっと行きましょう。ねえ、どっちどっち。いやー、コイのいる古民家何ですかね。しかしもうここしかないじゃない。ねえ、待って待って、誰もいないですよ。もっとやばい。ちょっとこれまた乗った方がいいんじゃないの、これ大丈夫。ねえ、次は11時。あれ、今何時ですか。今10時半です。10時半、11時34分。ガーン、1時間空いている。あ、そして出発してしまった。やばい、これは。でもオープンしてる感じが全く、ねえ、これ出てしまいましたね。いや、人探すって人がいないですよね。ねえ、まず人がもう一子一人いません。両伝承館休館日。あら、月曜日は、あ、月曜日は休館日ですか。休館日です。せめてね、空いてたら、ね、いや、本当だね。はい、やばめです。でも最大のピンチ。あ、いた、猫がいる。猫ちゃん、猫ありですか。猫に聞こう。ねえ、ちょっとさ、ちょっと我々今途方に行くれて困ってんだけど。そうなんですよ。あ、ちょっと、あら、
見渡す限り人も民家も見当たりません。これは大ピンチ。とりあえず人を探し散策してみることに。あ、なんだこれ。そこまで行くだけ行ってみる。そうですね。あ、気持ちいい。ここでね、グラビアの写真集撮れたら最高ですよ。じゃあ、特にここは何もないので、はい、森下ちゃんの、カメラさんに向かってですね、はい、グラビアポーズを、じゃあ、はい、3、2、1、キュッ。ああ、いいね。いいね、いいね。そしてカメラさん、下からこう、下から、そうそうそう。下から上に上に、そうそうそう。いいよ、いいよ。写真集は、あぶくまと私って感じ。さすがですね。いや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 、気流し最高です。ありがとうございます。結局聞き込みすらできずに1時間タイムロス。待ってたよ。待ってました。もう来ないかと思った。あー、よかった。来ました。いらっしゃいます。誰か。誰もいない、ね、改めて丸森駅へ。7分で丸森駅に到着。はい、よいしょ。あー、ようこそ丸森へ。ねえ、ようこそ丸森へ。丸森来ました。現在が11時45分。次12時55分だ。あー、一番ホームです。40分ぐらい、まあ、40分ぐらいで、うん、ちゃっちゃとここで1個ぐらいね。そうですね、見つけたいんです、うん、レンタサイクル、ね、さて今度はどうでしょう。びっくりするほどいない。あとは前ところに訪ねに行くか、はい、です ね, ね。あ、そうですね、売店のなんかお母さんか誰か、ちょっと行ってみる、うん、何屋さんなのここ。なんか、こんにちは。いわゆるこの辺りにちょっとした観光スポットってありますかね。ここはね、マシンで、はい、足渡らないことには乗れないんですよ、うんうん、ただでもただ眺めるだけになって。あ、いいです、いいです。でもビュースポットみたいな。徒歩10分。なるほど。ライン下り。そこのなんかレンタルサイクルみたいなのありましたね、駅前で。だからレンタルサイクルで行けばほら。あ、それもあるですね。ありがとうございます。そこでレンタルサイクルで借りて、はい、出て行きましょう。そうですね。レンタルサイクルも乗ってみたいですね。ね。なんかね。いや、よかったよ。いや、確かに。あ、ありますね、これね。あ、本当だ。山ゆり号。山ゆり号。じゃあここで聞けばいいのかな。ね。自転車を借りたいんですけども。料金は、はい、阿武隈急行を使っていただいた方は、無料。やった。やった。丸森駅では路線の利用者に無料で自転車を貸し出しています。さあ、じゃあリサちゃん。はい。なんとこの阿武隈を使ってるとこのレンタルサイクルがタダということで。いや、最高ですね。最高だよ。ラッキーですよ。なんで今まで自転車という手を思いつかなかったんだって。ね、全く。ね。よかったです。じゃあ足取り軽く行きます。うん、行きましょう。出発します。あれのこと言ってんのかな。あ、そうですね。ね。風強くなってきたから気持ちいいな。10分ほど走ると。いやー、着きましたね。走ったよ。ここだ。わー、すごい。見て。うわ、最高だ。本当だ。橋も見えて。あら。あ、よいしょ、着いた。よいしょ。すごい。うわー、見てこの大自然。ねえ。ちょっと写真撮りたくなるもんね、思わずね。そうなんですよ。本当に写真撮りたい。いやー、これちょっと感動したわ。ねえ。ねえ。豊かな水量をたたえた雄大な阿武隈川。全長239キロメートル、東北を代表する大河で、こちらではライン下りも楽しめます。じゃあ自撮り、自撮りにしましょうか。行きますか。はい。観光館とかやめてよ、こうやって。今日はしません。はい、チーズ。名所登録7つ目は丸森駅で見つけた阿武隈川の絶景に決定。じゃあ返します。はい、返しします。いやー、いい走りを、これはいい運動しました。しましたね。また人に聞きたいですね。もうちょっとね、時間がないから、ねね、乗ってる間に聞きたい。
はい、次の行き先は車内で聞き込んでから決める作戦に。お母様が、ね、こんにちは。こんにちは。この辺にお住まいなんですか？あ、お医者さんに。お医者さんにこれから。あ、そう、どこ駅で降りられるんですか？なんか我々ちょっと今お腹空いちゃったんですけど、なんか美味しいレストランとか何かありますかね？70メーターぐらい行くから、そして左に曲がるとラーメン屋さん。おー、ラーメン屋。なんというラーメン屋さん。名前忘れちゃった。というわけで美味しいラーメンを期待して、いざ角田駅へ。駅が開けてますね。本当ですね。今ね、1時5分です、はい、1時5分。次は1時23分か2時4分ですね。 OK。 はい。あ、タクシーの運転手さんとか聞けないかな。あ、そうです ね、 ちょっとね、すいません。この辺ってラーメン屋さんってあります？あ、これですか？この子、飯店に戻ったね。え、何飯店？今日休みだって。今日休み、残念。